生国魂神社。生国魂神社。生国魂神社。新時大、小国魂神社は、大阪府大阪市天皇寺区、生玉町に鎮座する神社。式内社、名神大社。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。別称は、南波大社。何和の大社など。大阪市中心部、南馬宮跡や大阪城。 大阪城から南西方の生玉町に鎮座する。かつては、現在の大阪城の地に鎮座し、中世にはその社地に近接して、石山本願寺も建立され繁栄したが、石山合戦後の豊臣秀吉による大阪城、追記の際に、西成郡に下勝村の現在地に遷座されている。この生国魂神社が祭神とする生島神、生島の神、足島神、 タルシマの神は国土の神霊とされる。両神は平安時代に宮中でも常時放災されたほか、新天皇の即位儀礼の一つである南馬での安島祭りの際にも主神に祀られた重要な神々で生国魂神社自体もそれら宮中祭祀と深い関わりを持つとされる。また、同様に大阪城地から遷座されたという旧太郎町の座間神社と共に、 南グーとの関わりも推測されている。その後、中世、近世を通じても推計を受け、戦前の近代社学制度においては最高位の官兵大社に位置づけられた大阪の代表的な古社の一つである。古くからの社殿、神宝は幾多の火災、戦災によって失われたが、原本殿には生国魂作り、幾多、 魔作りと称する桃山時代の独特の建築様式が継承されている。また、7月11日12日の夏祭りなど、古くからの祭りが現在まで続けられている。古代の資料から見出すことのできる当社の名称には、次のようなものがある。近世には、生玉宮、生玉社、生玉明神などとも称された。現代の名称としては、幾国玉神社の他に、 別称の、南馬大社、何和の大社、主に地元の通称としての、幾玉さんがある。また、当社に由来する地名としては、近世に見られる社名に、通じる、幾玉、幾玉、幾玉という語形が用いられてきた。祭神は次の見柱、延長5年、927年成立の、演技式新明帳における祭神の記載は似座。同調では、 南波座小国先国魂神社にざっと記載されるが、その社名は、南波に鎮座する小国魂神、先国魂神の社という意味になり、同調の上では、祭神は、小国魂神と先国魂神の二神になる。現在の祭神である生島神、足島神は、その二神と表記は異なるが実態は、同神とされる。かつて祭神の本事物は、 薬師如来とされ、現在も、元神宮寺の法安寺南坊では本尊に祀られている。祭神とする生島神、足島神の二神は、古事記、日本書紀等の神話に記されない神々である。縁儀式の里都では、生島御夫が小国、足国の二神を祀ると記されるほか、縁儀式神明帳では、生島府が神儀関祭院で生島神、足島神の二座を祀ると記されており、 平安系の宮中で、行島府、行島のみ神奈木という専門の巫女により放載される重要な神々であった。その神格については、古語周囲に、行島とあるように、大八集すなわち、日本国土の神霊であるとも、またその国土にあるものを生成、充足する神々ともされる。この行島神、足島神については、天皇の即位儀礼の一つである八十桃祭。 安島祭り、安島祭との関わりが知られる。安島祭は、新天皇による大城祭が行われた翌年、行島フラが宮中から何わずに赴き、天皇の衣の入った箱を揺り動かすなどの神事を行う祭りである。資料上は、平安時代の仮称三年八百五十年から、鎌倉時代の元人元年百二十四年まで、 約400年間の実施が認められている。安島祭りの目的は、諸説あるが、一般的には、生島神、足島神が主神であったとされており、この二神を祀ることで大八宗の神霊を、天皇の体に取り入れ、天皇の国土支配権の裏付けを基とするものであったと、される。資料の上では、安島祭と、生国魂神社の関係は明らかでないが、祭上。 祭神からして、生国魂神社の祭祀にも関わると考えられており、生国魂神社で行われていた原やそじ島祭りが宮中に取り入れられて宮廷やそじ島祭になったとする説も挙げられている。南馬では、生国魂神社の類例として、座間神社、大阪市中央区旧太郎町、敷内大社の鎮座も知られる。座間神社祭人の座間神は宮中で、 ザマフという専門の巫女により放送される重要な神々でった。口述のように生国魂神社は、神町第一北端部、現在の大阪城の力原社地に鎮座したとされるが、このザマ神社もかつては、大阪城付近に鎮座したとされる。神町第一北端部では、ナンバグーも映像されていることから、生国魂神社、ザマ神社ともナンバグーとの関わりが指摘される。 遡れば、南波には、上古天皇の宮の伝承が多く残され、下って、平安時代に公安としての南波の重要性が、薄れても、上実の八十搭載が代々続けられていたことから、宮中の座間神、行島足島神時代が元来は、南波地方の地主神、国魂であったとする説や、それらの祭祀の演元が5世紀の河内王朝の時代まで遡ると見る説が挙げられている。 以上のほか、神社各録では祭神を天かつたまいの地とし、元織のり長は、古事記念において、仙台旧時本義に入れる十種神宝のうちの、幾玉との関連可能性を指摘する。愛、殿神の大物主神は、後世の廃止で、社殿では、永六元年、1558年の社殿造大時に、境内社から本殿に遷座、廃止されたとする。社殿では、 神武天皇、初代天皇の統制の際、天皇が、摂津国籍、山崎、現在の大阪城付近に行く島神、足島神を、鎮災したのが創建という。史実としての創建実期は明らかでないが、後日のように、高徳天皇の時に、南波宮の資材になる大きさの樹木が切られている、ことから、それ以前の鎮座は、確実とされる。 旧鎮地について司書に詳しい記述はなく、正確な位置は明らかでない。文献上書兼は、日本初期、高徳天皇、在位、645から654年、即位前期で、その文中に、高徳天皇が神道を軽んじた例として、小国魂医者の木を打ったことが記されている。この伐採は、南馬宮造営のためであったと考えられている。なお、 それに先立つ、日本初期、水古天皇六年上、九十八年の上では、南馬喫師和金が白木から持ち帰った笠詐庭を南馬森で交わせと見え、これを生国魂神社に否定する説もある。新昇格直府省大道元年、八百六年、朝入れは、当時の南馬大臣社には、神戸として、摂津国から二戸が当てられていた。 続けて、国史では、天安三年一月、八百五十九年二月頃に、南馬小国魂神の神が十四人した君八頭に、少女された胸や、同年、上元元年九月、八百五十九年十月頃に、南馬大社神などに、乞恋のための方兵が使わされた胸が記されている。延長年、年成立の演式帳では、 セッ国崎西軍に、ナンパ座小国崎国魂神社に座並み名神、大月寺昭かつてニーナメとして、ニザが、名神大社に列するとともに、朝廷の月寺祭、愛かつて、祭り、ニーナメ祭りでは平白に預かる旨が記載されている。また、演儀式では、臨時祭旧神祭場や四時祭衣装かつて祭神場に、ナンバ大社、ナンパ大社ニザとして、臨時祭名神祭場には、 南馬小国魂神社に座として記載される。保安元年、1120年の摂津国小税庁案によると祖父は八十多場であった。中世頃の変遷は不詳。明王五年、1496年には連女が、石山御坊を、後の石山本願寺を築くが、天文日記等によれば、この石山御坊は、生玉社に隣接して建てられたとされる。 天文日記によれば、天文12年、1543年には不審として、生玉の二十歳に、土井が、天文13年、1544年には、生玉屋敷の堀が築かれた。また、天文15年、1546年には、本願寺により、大規模な遷宮祭が実施され、本願寺から新館吉田方には、多ち500ぶりが、送られている。当社は、 本願寺の鎮守のような位置づきにあったが、織田信長と本願寺との間で、石山合戦が起こると、天正八年、1580年の陛下で、社殿は消失した。天正十一年、1583年、豊臣秀吉が石山で、大阪城の築城を始めると、生国魂神社及び神宮寺の宝安寺は、現社地に遷座された。実際の座年について、社殿では、 天正十三年、1585年の戦座とするが、義援呪号日記の記述によれば、慶長三年、1598年のことであったと推測される。また、秀吉からは、車両として三百国が寄進されたという。慶長十一年10月、1606年11月には、豊臣秀頼が片桐勝元らに命じて、車伝を造営させたが、録音日録では、 その華麗さが記述されている。江戸時代には、豊臣秀頼により造営された社殿が、元長元年、1615年の大阪夏の、陣による陛下で消失したが、江戸幕府により社殿は再興され、車両300国も安堵された。官営商法期、1624から1648年の、摂津国校長によれば、その車両地は、下南波村。 現在の何枠区にあった。また五代将軍、徳川綱吉の聖母である、継承院は黄金若干を当社に寄進したという。説明書図では、当時の境内の様子や相馬神事の様子などが描かれている。幕末の何和百景にも絵道、弁天池が選ばれている。高下2年、1845年には、社殿の増体がなされた。明治維新後、 明治四年五月十四日、1871年7月1日には、近代社格制度において、官兵大社に列した。明治の神仏分離に際して、神宮寺の神言宗師おろし山法安寺は、生国魂神社から分離されている。この法安寺、または法安寺は、自伝で、聖徳太子の混流とする寺院であったが、十院、生玉十五をあったという達中は、 神仏分離の際に分かれ、そのうち南房が島の内において、法安寺の寺名、法を継承したほか、伊王院、返上院は、生玉寺町の正蓮寺に、観音院、新造院は、上野宮町の正助寺に、桜本坊は、奈良県伊駒市の遠征寺に、角音院は、生玉前町の総経院になった。また曼太羅院は、幾玉町の寺明院寺寺と、寺造院は、幾玉町の当時寺と、 持ち高ラインは、震災橋筋の水戸寺とそれぞれ併合されている。1912年、明治45年1月には、南の大火により、社殿を消失し、1913年、大正2年11月に再建された。しかし1945年、昭和20年3月の、第一回大阪大空襲により再び消失し、1949年、 昭和24年7月に再建されるも、1950年、昭和25年9月のジェーン台風で倒壊した。その後、1956年、昭和31年4月に、鉄筋コンクリート作りで再建され、現在に至っている。現在の社殿は1956年、昭和31年の再建。現在はコンクリート作りではあるが、 五軒四面の本殿と七間四面の平殿は屋根が一つの流れ作りで吹き下ろされ、さらに正面屋根には千鳥ハーフ、すがり、東ハーフ千鳥ハーフの三ハーフを据えるという伝統的な作りが再構されている。この独特な建築様式は生国魂作り、幾多、間作り、小国魂作り、幾多間作りと称され、豪壮な桃山文化の意向とされる。本殿、 平殿の前には、廃殿が建てられているほか、その他の社殿として、回廊、新選所、儀式殿などがあるが、いずれも戦後のコンクリート作りによる再建建物になる。境内には、蓮水池があったが、現在までに埋められて、幾玉公園となっており、社殿から、馬場崎と称される表参道も続いていたが、それも谷町筋の拡張の際に分断されている。前述のように、 旧鎮座地は、大阪城の地であったとされ、かつては、大阪城内に、幾多間明神の、長随市、石道路を、神木の松が残されていたというが、いずれも現存しない。なお、安宮、お旅所は、大阪市中央区、本町橋にある。境内社として、次の十一社がある。所在地、交通アクセス、周辺、駐車区限出店、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。